雑談生配信今日もやっていきたいと思っております。今日はですね、えー、鹿児島県の今山の中にいましてですね、温泉に入っておりますということでですね、そんなところから配信をしておりますが、えー、今日はですね、ツイッターの雑談コミュニティにリクエストがありました、えー、微生物、えー、酵母とかですね、ビール酵母とか、 まあそういったあのパン酵母とかの天然酵母とかそうじゃないものの違いみたいなものとかまあそういったお話をしていきたいなと思っております。まああのパンもビールもお酒もですねみんな発酵食品であること分かると思います。まあ簡単に言うとですねビールとまあビールとえパンというのはですねもう本当にあの兄弟といいますかですねえみたいなものでですね飲む パンがビールだとすれば食べる。ビールはパンみたいな感じ。それぐらいの。もう本当にあの兄弟関係にあります。まあ実際、えー、どっちが本ね。どっちが最初かわからないですけども、パンを焼いてえー何かな、何かの表紙にですね。壺かなんかに入ってる水の中にパンを浸しておいたら、いつの間にか発酵してビールになってた。アルコールができてたなんていう話も、えー、あるぐらいですね。 えなんですけれども、えーまあ、簡単に言うとですね、まあ、パン、ね、パンはですね、えーまあ、もう一個ちょっと、えー、基本的にこう用語として、用語の定義をあのしておきたいんですけど、イーストって言葉を聞いたことあ,りあると思います。イーストというのは酵母のことです。酵母菌、酵母菌って言ったりする酵母菌っていうのはですね、まあ 一応、真菌類、酵、え、母、ー、ていうのは真菌類の仲間なので、真菌類っていう、まあえー、真実の菌、えー、の仲間、真菌類なのでですね、酵、え、母、ー、菌って言っても別に間違いじゃないんですけれども、まあ、一般的にはあの、学術的にはっていうんですかね、酵母って呼ばれますけれども、酵、ま、母、あ、菌と言っても同じですね。えー、細菌類、真、まあ、菌類っいうのは細菌なので、細菌類、細菌が,、えー細菌がえー、そういった。 えー、アルコール発酵をしてる。これがですね、えーまあ、味噌とか醤油とか、えー、その辺もそうですし、まああ、割と多くのお酒に酵母というのはですね、えー、重要な役割を果たしております。まあ、簡単に言うと、お酒の場合は、ブドウ糖とか麦芽糖。麦芽糖というのは、ブドウ糖が2つつながったものを言います。 えー、ブドウ糖とか麦芽糖を酵母が食べて、えー、それをですね、アルコそれを食べて、アルコール、えー、エチラルコールですね、エタノール、えー。それとですね、二酸化炭素を出すという反応ですね。で、主にお酒の場合は、そのエタノールがあー、まあ、主成分として使われますし、えー、パンの場合はあ、この二酸化炭素が出した、えー 二酸化炭素ですね。二酸化炭素。酵母が出した二酸化炭素で、あの、ふわふわの、えー、パンの立体構造を作ってるという形になります。えー、まあ、そこでですね、えー、別にそれ、それだけの非常に単純な反応で、で、この、えー、パンの発酵とか、ビールの発酵に使われてる酵母菌、酵母、そしてイースト、まあ、酵母イコールイーストなんですけれども、こちらの方はですね、 えー、研究が進められてきて、えー、パンの場合より効率的に綺麗に発酵してくれる酵母、えー。そしてビールの場合はですね、えー、まあ、効率的にアルコールを出してくれる、うまあ炭酸ももちろん出してくれる、炭酸イコール二酸化炭素ですね、えー、を出してくれる酵母っていうものをですね、えー、選び出してですね、培養してきた。でそれを皆さん、まあ普通の、まあ、ビール、パンはそれを使ってるんですけれども、 まあ最近その折からのオーガニックブームというですね、まあオーガニックブームっていうのはですね、おそらくですけれども大量生産し,した工業化されたですね、その食品に対するアンチテ,テーゼとしてできてきたものだと思います。 えー、なんでそんなアンチテーゼが生まれたのかというとですね、えー、まあ、日本の場合そうですね、戦後すぐぐらいの昭和20年代から30年代にかけて、えー、工業生産が非常に伸びるわけですけれども、その伸びてる間にですね、食品に様々なその化学物質、その工業的に食品を作ろうとした、 えー、副作用としてですね、そういったまだまだですね、今みたいに科学技術が進んでない時代にですね、そういったことをやったもんですから、さまざまな薬あの事件が起きたわけですね。で、えー、それに対それによってですね、工業製品工業的に作られた食品とか飲料に対するアレルギー反応的なものが